ましたことも、今。の課題、これからの課題、伊崎さんなんか。見えてるものがありましたら、お願いします。言える範囲で。<laughs> はい、あのー、やっぱり、まあ、今回ね、東京オリンピックで、あの、日本選手。初メダルの金メダル取ったし。まあ、本当にいいニュースで、まあ、卓球取れず、本当にハッピーですけど。でも、やっぱり、まあ。は、水谷じゅ引退した後の。 先ほ井上さんも言いますけど、本当にこれから戦えてくるか、春秋は何がいるか、ちょっと本当にすごい心配してますし、まあ、これから先も新しいどんどんに、まあ、あの世界通用の春秋を作るために、自分現場をしたときに何か必要な時にも反省して、もう本当、さっきもこれも優勝も過去のものだから、どんどん新しいもを中継して、もう第2の張本が第2の挑みの相当でいいことは、本当にすごい必要を感じました。 ね、やっぱ本当に世界中をしたときに、さっき言ったりうに、周りの教師の人とかね、一緒に連携してもらって、あのどう戦くときに、本当にこれからも、まあ、楽しみもあるし、でも責任も感じましたね。うん、おありがとうございます。えー、じゃあ、最後にもし皆様の方から、えー、感想、もしくは質問なんかありましたら、えー、順次お願いします。では、いける方いらっしゃいますかあの ちょっとお一つ伺いたいんですけどあのスタッフ間でいろいろザクバラにおはこう話をしてこう多職種の人たちといろいろ意見交換をしていくっていう風な中 であの私自身もあの、まあ、スポーツはやっていたんですけどスポーツのトレーナーとして、まあ、活動していく期間っていうのは、まあ、2年間ぐらいまだ2年間ぐらいなんですね、まあ、あのずっと整形外科で働いていたので、まあ、怪我を治すとかあの、まあ、若干のパフォーマンスを改善させていくっていう視点では、まあ、あの関わることはできていたんですがあのじゃあパフォーマンスだったりとかその私たちの持っているものを 要はどういうふうにそのチームの中にこうこう入れていくとかこうチームの中に私たちの目標設定をどういうふうにしていけばいいのかみたいな部分をこう他のスタッフさんとこう話していく中でどのようにしてまあ共通の目標設定をこう立てていったのか何かこう ちょっと正直私もこう今、選手を見てその場で自分なりの見方で改善させるってことはできてい,くできているような状況ではあるんですがじゃあそれがじゃあプレーだったりとかチームの何かこうために何かなってるかっていうのが正直分かっていない部分がちょっと多いのでどういうふうにしたらその多職種さんとうまく共有できていくのかなっていうのがちょっと知りたい部分なんです、ね。 あのーまあ、僕も今、チームの監督として、やっぱり一番必要なものは、感じたものは、やっぱりただ、新州になんか指令をどっか、なんか直すとかじゃなくて、新州この状況にどう、あの試合ときには、この状況、どこまで発揮できるうか、この辺の情報が知りたいですね、いつも会話の中で。ただ、直すだけじゃなくて、新州の今の状況、今の、あのあ あのどういうふうに直してくれるときにどこまであの戦えていけるか、あと選手に多分一番リラックスの状態の中で何か情報あるときに、知イとき体操とあのスタッフ体操、あとレジュー体操のあの文句とかあの提案とかもしあれば、一番会話の中ではその一番嬉しいかなと思いますからね。うんね 何かその問題だったりとか何かこういうところがみたいなそういうふうな会話のところからそれに対してじゃあ私の,、まあ、あのできる内容をこう伝えていくみたいな形なんですかねそうですねはいやっぱりまあまあ先週の立場はやっぱり先週の役立つたはにはあの何やっぱりあのどういか力出すとかしてるきにどういか発揮していくとかその部分はまあ僕はまあ 現場の指導者としては一番知りたいですよね。うん、そこら辺の,このコミュニケーション、例えばトレーナーが持っている知識を、例えば監督の方に伝えていく中で、なんかそういうふうなものはそのあの、卓球の業界の中では何かこうディスカッションする機会があったりとかっていうのはあったりするんですかあ <laughs> えてそういう場を設けたりとかっていうのは。ありますね。 体幹の使い方とかこの辺の本当に正しいかどうか、この辺にもたまにどうちか筋肉を使うとき、結構押してくれるでしょ。まあ、これは僕,は僕は本当にもう本当初心じゃないですか、基本的に。その部分は、人の筋肉を使い方とか、柔軟性何時使うとき、はい、飛びつけを終わった瞬間にどの辺の中心を押すときに、いろいろ押してくれば、選手のときの,の今の状況はどうなるのか、すごいこれの情報としては,はありがたいかなと。 何かやっぱ困っているものだったりとか、何かそのその選手が抱えている問題点だったりとかを共有していて、それに対して多職種がこう関わっていくみたいな形が一番あの素の素にコミュニケーションが取りやすいっていう形ですかね。そうですね。はい。ありがとうございます。今のに関連してなんですけど、その選手が困っていることに関して言うと。 選手発信なんですかそれとも、だいあのイサンなりあの、講師陣の方が何かアプローチをするんですかあの僕な、ヨネイサさんのときは、やっぱりあのどうしてもや、まああの、選手を直接に監督とか、講師、言いにくい部分があるんですよ。いろんな情報として。それが、やっぱりヨネさんを通してもらって、それから話をもっと広げるときに、あ,あもうこの週にこのんな考え,考えてるんですよ。で

もう感想しか出ないんですけど <laughs>、はい、あのこの2020の東京パラリンピックに向けて結構やってきたつもりではあったんですけど、まあ、コーチとしてですよね。 ま、それがでも、あのーまあ、2004年のアテネの大会から変わらず取れるところしか取れなかったしでもその取れてたところが今回取れなかったりそして厳しいところはさらに厳しくなっているその2016年のリオデジャネイロよりさらに厳しくなってるんですよね。年年前前、まあ、正確には5年前には ちょっと近づいたかなって思ったらまた離れちゃった感じが今回だったんですけど、まあ、正直やっぱり、あのーまあ、メディアの立場でしたけど、まあ、それを見ててかなりへこんだんですけど今日はちょっと膨らみました <laughs> やっぱりやっぱり頑張ろうって思いました、あのー、やっぱり続けないとわかんないですもんねこの先どうなるかっていうのはあのー、やっぱり 僕も一人育てた選手が、今回出ましたけれども。でもやっぱり、その選手をどうのこうのよりも第、第2、第3っていうところを。送り出していくのが自分の仕事かなというふうに、人を作るっていうところに。僕自身は、これからもフォーカスして頑張ろうと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。米沢さん、一言あればお願いします。米沢さんからの質問、ももちろん。私ですか。<laughs> いやそうですね、卓球界はあのもっともっと良、えー、くなると思います。でそれはやはりあの同じ釜の飯を食って、えー、苦労した仲間たちがそのポジションにどんどん今ついていってます。 でえー、そういう方々は常にオープンマインドであの心を開いて、えー、いつでもいろんな話ができるような状況にあるということですよね。でそういう方々から、あのー、指導を受けた選手たちっていうのは必ずまた同じことを繰り返してくれると思います。でそうするとその絶対メダルを取れるなんてことは言えないけどでも人を感動させるプレーは絶対できると思います。 それを繰り返していくことがその結果にまあつながってくるんだろうと思います。で確かに少し厳しい時代を迎える可能性はありますけどでもあの多くのことを、えー、経験してそして頑張ろうとする選手たちも今やっぱりいます。で、えー、と2001年からあの競技者育成委員会として 選手たちの発掘とそれからあのトップに向けた選手の審議体の準備ということでこの授業が始まってその1期生が水谷ですでそこからあのどん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 進化をしてまた今年も全国で11か所で行ってきますもちろん我々もそのブラッシュアップしていくためにいろんな競技の方々と接して えー、そして、えーまあ、学びも得て、えー、いますしもちろんそれだけじゃなくて海外の情報も、えー、入れてそして、えー、特にヨーロッパはなぜあ,のあんなに、えー、人数は少ないのに、えー、高いレベルのパフォーマンスができるのかというそういうところもどんどんこうこう今、独自の,あの方,法方法ではないですけどもそれを使ってどんどん情報を入れていってます。 でそれをさらに、えー、指導者たちに伝えて、そして子どもたちにやっていくということで、やっぱ新たなあの日本のスポーツ界のその特に卓球はあの時代を迎えることになると思います。あのー、まあそれの繰り返ししかないというふうには思ってますので、まああのー、本当にいろんな競技の中で。えー 多分今回は渡辺さんがその遺跡さんと指導者講習会の中でお知り合いになったということでこ,うこのようなあのミーティングが開催されたと聞きました。でそれがもっともっとあのいろんな方々と巻き込んでですね、えー、指導者のうこう交流とそれからあのそれがもっと言うと選手の、えー、今度は えー、バージョンアップでありそしてエ、えー、クスンジもあると思うんですね例えば今考えてることっていうのはそのバレーボールをやってる子どもたちが十分に背が伸びていかなくなってくるとそうするとそのバレーボールはやっぱ離れていってしまうとでもところがそれで育成してきたものは実は他の競技でも役に立つんではないだろうかでそれが、えー、例えば、えー、1つだけじゃなくて、えー、もっと2つも3つも実は出てくるそれでそういう それにチャレンジできる場を作っていくということが。その各競技団体の中で、新たなタレントの発掘につながってくると思いますし。それをもう許される時代なんですよね。だから、そういうふうにどん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 こう進化をしていく。ということを、本当に、あの、期待してます。また、その。道しるべを。あの。 お話いただいたり、ディスカッションしたり、お願いします。よろしくお願いします。では、恩田さん、お願いします、はいえー。今日はありがとうございました。なんかいろんな勉強になりました。ちょっとダンス界はそんなにスポーツ、スポーツしてないところがあるので、そういうふうにコーチが一つで集まってやるっていうことが結構少なかったりとか、 するのでもう世界一の選手頑張れとか言う割にはそんなに本当にプッシュしてるのかなって思うところがすごい多いのでなんか今回そのスポいろんなスポーツ界の中で、まあ、今回は特に卓球だったんですけどその周りの人がすごいこうサポートしてちゃんとメダルを取るようにってこうすごい周りのサポートが本当に大切ででも。 それも全部コミュニケーションになってっていうなんか一つのドラマがあるんだなって思いながらちょっと感動して聞いてたんですけどすごい勉強になりました自分もまあいずれは指導者側になっていくと思うのでそういうふうな考え方とかまあ次に向けてまた新しい世界を見た時にどういうふうに変えていったらいいかとか伝えていったらいいかっていうのもまあ次自分の こともにも考えながらちょっと勉強になりましたありがとうございましたありがとうございましたでは的場さんお願いいたしますはい石崎、えー、さんと柳澤さんのお話本当に興味深く聞かせていただきましたあの張本兄弟の実家は仙台にあるということでもう僕も同じ宮城県内ですから ずっと小さい頃から応援はして,ていたんですけどまさか、その有本選手を育てたコーチとコーチのお話を聞けるとは思わなくてですね、本当嬉しい限りです。あの先ほども言いましたけども、その卓球界のお話はですね、えー、本当に勉強になったなっていう感じを受けました。あの僕の積んでいるる小さな町づくりりにもしっかかととそれをあの使えると言いますか 反映させていければ、より良いまちづくりができるんだろうなというふうに感じました。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。和木さん、お願いします。ありがとうございました。で、あの。伊崎さんと。米沢さんのお話聞いてて、やっぱり、あの、会話をするっていうことがすごく大事で。そういう場をどうやって、も、あの、作るかっていうこともすごく。 あの指導者仲間の中では重要なことだという,ふうにかでそういうことのシステムをちゃんと作れるっていう状況とかそういう人材がちゃんといるっていうことはやっぱり素晴らしいなと思ってそういうことはすごくあの卓球協会のそういう動きを他の協議の人協会もあの参考にしてモデルにしてやっていくっていうことはあの重要なことかなと思ってます。 はいどうも今日はありがとうございましたありがとうございましたマリオさんあ,あはいえっともう今日はすごいなんかもう学びになる話ばかりでこうあまりなんか質問とかコメントが逆に思い浮かばなくて <laughs> すごい聞いちゃったんですけれどもやっぱりこう話を聞いてると こう目の前の,この競技成績を出すっていうことはも,もちろんなんですけどやっぱ全体を通してこう人を育てるとかそういう話まあいつも皆さんとお話ししていてもすごくそういったことを感じるんですけどもやっぱり今日お話を聞いていてもこう人を育てるっていうところから競技につながっていったりまあ競技につながらなくても人が育つっていうことがまず第一だよねっていうようなことをやっぱ話を聞いていて、まあ、それにこうスポーツが関わってるっていうのがすごい。 やっぱ素晴らしい話だなと思って私がスポーツを好きだなって思うところもあそことやっぱ深くつながっているところがあるのですごい今日はなんかよりスポーツ自体へのモチベーションが上がる話でもありましたしなんかもっとそこにも自分がこう積極的に選手としても、まあ、選手じゃない立場としてもいろんな形で関わっていきたいなっていうのをすごく感じた時間でした。ちょっとあんまりすごい で質問とかはできなくて、ああなんかもっと浮かびたかった質問かみが良かったと思うんですけど、またあの皆さんとお話できたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後伊石さん一言お願いいたします。はい、あの本当に二時間こういうご来の勉強会で、本当自分も楽しかったです。 本当に、あのー、まあ、日本卓球界として、今、本当にうまくいってたんですけど、でも、やっぱり、この継続した時に、19年後、20年後、この状況をどう息きするのか、あのー、私たちも本当に、第二の伊藤美馬とか、第二の張本、どう育てとか、本当に自分の卓球界として、自分の力、多分できないかもしれないですよ。いろんな教師さんに参入してもらって、教師してもらって、いろいろ勉強させてもらって、 それからね、もっともっと卓球に発展して、もっともっとたくさんの世界チャンピオンに育ていく、ね、頑張りたいなと思います。今日は本当、ね、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に今回もあの多くの視点を持つ皆様との時間、えー、大きな学びがありましたし、あの指導者資格を取るといったときに、やっぱり多分3級、4級。 コーチさん、コーチになってくると、こういった他競技の方たちとの交流、えーえー、合宿というのがありますので、もちろんバドミントンコーチ指すのであれば、バドミントンの知識を深めたいというのもあると思うんですけども、共通科目っていうのは、僕の経験では本当にありがたい、貴重な時間でしたし、そのおかげで、こうやって栄積さんとも出会いましたしあの、学びの場っていうのは、バドミントンとか、 卓球とか、自分の競技だけではなくて、そこから広がったところにもいろいろあるなっていうふうに思いましたし、その出会いがあったことに感謝いたします。本当にどうもありがとうございました。またおらいします。